本日も JR 北海道ご利用いただきましてありがとうございます。臨時特急2000号号函館行きです。これから先の停車駅と到着時刻ご案内いたします。次の停車駅丁寧には8時10分、小樽8時40分、与市9時7分、倶知安10時1分、ニセコ10時17分、昆布10時28分、黒松内11時6分、御所湾部11時27分、森12時19分、鹿部12時36分、新函館北斗12時57分、終着函館には13時15分の到着です。列車は4号で運転をしております。先頭が4号車で、準入しろ1号車です。先頭の4号車のみ自由席です。先頭の4号車のみ自由席です。3号車から1号車は指定席です。3号車から1号車は指定席です。お手洗い洗面所は3号車と2号車についております。車内は電気、お手洗い、洗面所を含め全て禁煙です。またご利用ください。携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。客室内ではマナーモードに設定の上、通話の際にはデッキでのご利用をお願いいたします。この列車では客室乗務員による車内販売、またワゴンサービスの影響はございません。ジュース類の自動販売機もついておりませんので、ご承知ください。なお、この先の停車駅、倶知安駅からニセコ駅の間で、ニセコリゾート観光協会による地元特産品の車内販売を実施いたしますので、ぜひご利用ください。また、この列車では、長万部駅停車中のお時間で、長万部駅の名物駅弁、金谷のカニ飯の予約販売を実施いたします。金谷のカニ飯は、この列車をご利用いただいておりますお客様に限り、特別価格の1000円で販売いたします。ご予約をご希望のお客様は、お客様ご自身でこの後10時30分までに直接お電話にてご予約をお願いいたします。電話番号などの詳細につきましては、3号車の後ろ側出入り口付近のパンフレットラックに設置しておりますニセコ鉄道機構のパンフレットをご覧ください。3号車後ろ側出入り口付近のパンフレットラックに設置しておりますニセコ鉄道機構のパンフレットをご覧ください。お願いいたします。
なおご予約の際には特急ニセコ号にご乗車されているのを必ずお伝えくださいますようお願いいたします。これから先山間部を走行する場合など電話が通じにくくなる区間もございますので、ご予約をされますお客様はお早めにお願いいたします。この列車車掌は斉藤が乗務しております。どうぞよろしくお願いいたします。臨時特急ニセコ号をご利用いただきましてありがとうございます。次の停車駅は手稲です。運河の町小樽に到着いたします。小樽は西京で栄えた町で、かつては北の大洲で呼ばれ北海道経済の中心として発展いたしました。駅舎は上野駅をモチーフとなっており、平成18年に国の登録有形文化財に指定され、日本発電ホームには小樽に縁の深い石原裕次郎さんの等身大パネルが設置されていることから裕次郎ホームの愛称が付けられております。小樽では列車4分ほど停車をいたします。8時44分の発車です。小樽を出ますと次は余市に停まります。9時7分の到着です。まもなく小樽降り口は左側です。降りの際車内に忘れ物を忘れませんようお注意ください。小樽では列車4分ほど停車をいたしまして8時44分の発車です。お乗り遅れはないようお注意ください。